はい、どうもこんにちは。先日知らないおばあさんがちょっとバランス崩して手をついた先が僕のあそこでした。むぎゅっとされました。どうもゆうたです。はい、っていう感じで、あら失礼って言われました。はい、っていう感じで、前回の続き、カーペットとフラーマット、カーペットとアンダーコート剥がし、メルシートっていうのかな、をちょっとやっていきます。でね、9月でね、すごい暑いんですけど、先週はね30度超えてたんですけど、今日は20度ぐらいで、まあ、そんな冷えてはないんですけど、アンダーコート剥がし日和かなという感じでちょっとやっていきたいと思います。ちょっと小雨は降ってますけど、まあちょっと屋根があるんでやっていきます。ここの今クリップは取ったんですけど、ここがねちょっと大苦戦中で、なんか全然硬くて取れないんですよね。なんかあんのかな、ただの爪だと思うんだけど、全然取れねえ。壊しちゃいそうだこれ。こんなとこに時間を食われたくねえ。くっそ。っていうと、まず最初にここを一回取らないとダメっぽいんで、ちょっとここをね取ります。この中にボルトが2本入ってます。であと、もう一個ここね、ここにあります。でもう取れるっぽいね、これで。取れた。で、ここにカプラーがある。あとはこれも取んなきゃいけないんだよね。あ、取れ、折れた、おいおいおい、折れちゃったんじゃないの。よし、折れちゃった。あと取るところはこれね、これくるくる回せば取れるのと、あとこの辺のこのクリップと、こっちの こっちのもあります。を取っていきます。一応ね、クリップ類取ったんで、これで取れるんじゃないかと思うんだけど、床下すげえ湿ってんだけど、このすぐ濡れちゃう子なんだから、もう困ったな。水たまりが、多少の水たまりができております。水たまりがいる。くっさ。あ、冷たい。何意外とここ爪があるんで、めちゃくちゃ張り付いてるやん。邪魔せんといて。あ、何、なんかパキ言うたで。
こちらが取ったカーペットで、取った車内はこんな感じ。こうやってね、ちょびっとだけ水田真理さんがいるんですよね。爪楊枝と古化けのワッシャー、こんな感じです。後部座席用のエアコンダクト、ここで分割できるんで、これ外しちゃいます。でこちらもこのマットのあの固定するやつだと、これをとりあえず取ります。あとはここら辺もちょっとあるんで、ちょっとこいつを取っていこうかなと思います。あとこいつもちょっと取っていきたいと思います。とりあえずちょっとこいつをね、結構重そうなんで、こいつこれを取っちゃいます。で、これは切っちゃいます。よし、切れた。で、ここでアンダーコートが見えてきます。で、この辺とかはあえて残しました。配線があるんで、ABS じゃないや、エアバッグのユニットとかもあるんでね、あの遮熱の意味を持って、こちらのあのコンソールの、まあ、ミッションのトンネルはやっぱり熱持つと思うんで、ちょっとここに1枚でもねあった方がいいかなという感じで思ってます。はい、じゃあちょっと早速ねやっていきます。剥がしをアンダーコートの、ちょっとまあ試しにちょっとやってみようか。意外と行くね。で、一応注意点、これあんまりガンガンやりすぎると穴開くらしいんで、まあそこはねちょっと注意しながらやっていきたいなと思います。意外と剥がれますね。形が悪いな、これ。もしかしてこれあれかな、年数が経ってない、まだやっぱ3年半くらいしか経ってない新車なんで、もしかしたら剥がれやすいとかあるのかな。こんなね、400-500万する車をねこんなおもちゃのように扱う人あんまりいないっすよ。いや、それにしても雨だけど、よかった、暑くなんなくて。暑くなったらこれ取れねえぜ、多分取れねえぜ、大ねえぜ。よし、ボコボコのところやりにくいね。ここってどうなってんだろう、これ穴開いてんのかな。ちょっとしばらく飛ばします。ずっと見てても面白くないと思うんで。はい、一応ねフロアは今剥がし終わりました。で、ここはねちょっとねまだわかんないから、最後にやろうかなっていう感じです。穴開いてたら嫌なんでした、貫通したら。あとまでこっちが残ってるんで、ちょっと横もやっていきたいと思います。で、こんな感じで取れました。結構ね、まあまあ重いよ。うん、
じゃあ次はこっちやっていくんですけど、難しいね。この裏とかめんどくさいね。ここまであるから、あ、こっちの方まであんじゃん。すごいね。そっちの方まではさすがに手届かないね。ちょっと、ここの手前、綺麗にいきそうだね。車っぽい匂いがする。これな感じでちょっとスキップしちゃいます。はい、それでこちらのねアンダーコートも剥がし終わったんで、ちょっとねどんなもんかちゃちゃっとやっちゃったんですけど、あのね結構ね落ちないんだけど、実は、ま、パーツクリーナーはあんまそんなに落ちなくて、シリコンリムーバーね、シリコンオフ、本当はシンナーでやりたかったんだけど、シンナー今持ってなかったんで、まあ1日で終わらすつもりじゃないんで、ホームセンター行ってシンナー買ってくるつもりではあるんですけど、こちらを代用して一応やったら結構ねふにゃふにゃになって、今こういう感じで結構ね取れます。柔らかくなってます。こういう感じでちょっと拭いて つけておいたんですけど、なんでこれで綺麗にしてから、完全に取ってからちょっとね塗装しようかなという感じで思ってます。こういう感じでちょっとね車内がね結構シンナーっぽい匂いするんで、ちょっと換気をしながら、ラリっちゃわないようにねちょっとやっていきたいと思ってるんですけど、これ地道だね。かなり地味だよこの作業、大変だ。ちょっとカス拾ってみましょうか。アップでどんなもんか、これがねちょっと頑張ってもう綺麗にしたところ、こちらはすでに、でこっちはまだちょっとこう残ってます。ちょっとじゃあスキップしちゃいます。あとねついにこいつを撮ってみたらこんな感じだったんで撮っちゃいました。こっちも撮っちゃいます。はい、で今ねドンガラ計画3日目に入っております。3日目の朝7時です。ラッカー薄め液をね3日目にして手に入れたので、ちょっとそれでね作業の効率化を図っていきたいと思います。早速ちょっとやってみたいと思います。結構匂いすごいですね。やっぱ一応マスクしてます。さすがにちょっと換気しないとやばいんで、全開でドアも一応そこだけ気をつけた方がいいかなと。でね一応ね KP さんの動画を見て参考にしたんですけど、まあシンナーやって
まあ、ティッシュとかでね、さささっと拭くのが手っ取り早いと言ってたんで、僕はティッシュじゃないんですけど、ちょっとトイレットペーパーで真似してます。はい、ね、一応今シンナー使って終わりました。一応まあこんな感じである程度綺麗になってます。で、こういうのはシールになるんで、ちょっとまあ残しておこうかなという感じです。部分部分こんな感じで、ちょっと運転席まだ残ってるんで、そっちやってから塗装入りたいと思います。運転席側も今終わりました。今ちょうど10時なんで、何時から始まったんだろう、1時間半ぐらいかな、で終わりました。あとはシンナーで取っていきます。今ちょっとハケで塗りまくって、ちょっと拭き取ったらこんなに綺麗に取れてるんで、まあ塗りたくりまくってぐちょぐちょやってれば結構落ちます。であとは拭き取るだけですね。はい、そんな感じでね、今シンナーで残りのカスを除去しました。で、まあ脱脂してあるんで、これでちょっとね塗装していきたいと思います。で、本当は周りにしっかりね養生をやった方がいいと思うんですけど、男の一本塗りでいきます。で、使う色はこちら、ダブルブルーマイカ、ブルーパールが売ってないんで、缶ではね、ちょっとこいつでやっていきたいと思います。足りなくなったら嫌だから左もちょっとやろう。よし。やばいなこれ。もうないよ多分これ。はい、一応ねこんな感じで塗り終わりました。動画で見るとあんまり差がないように見えるんですけど、生で見ると結構差があります、色に。でもまあいいんじゃない、とりあえずこんなもんで。こっちもこんな感じでーす、最高。あとはこちらとトランクもあるんで、今日間に合うかな、4日目突入しちゃうかな、今日3日目だけど、ってな感じです。ちょっと今これ戻そうと思ったらシフトノブ取るの忘れて、あ、いでまさかのセンターコンソールつけたら丸見えでした。もうほぼないからダメかな。やべ、マジ塗装のセンスマジでね、いやこれ垂れすぎだろ、これは垂れすぎだよ、焼き鳥のタレより垂れてんじゃねえかよ。運転席側もちょっとまだ薄いんで、でしかももうすでに垂れてるというね。微妙、超微妙。今せっかく外したんで、ちょっとねお掃除して、で助手席の方はね、あんまり後ろ下げると座高も低くなっちゃうんで、この辺にしてたんですけど、運転席と同じ今一番下にしました。結構ね、男の人でも前見えないっていう意見が多かったんで下げるのやめてたんですけど、
まあ、腰がこの方がもしかしたら楽かなっていうのでちょっと下げました。で特にね、女性はマジで全く前見えないってみんな言うんで、あのダッシュボードしか見えないみたいな本当そんな感じなんで、まああんまりね人を乗せることないんで、でもちょっと下げちゃいました。あとこれのゴムを取るか悩んでて、これ取っても特に隙間からなんか雨漏りしちゃうのかな、ちょっとわかんないんで、とりあえずリアだけ取って様子見ますか。でいけそうだったらフロントも取っちゃおうかなっていう感じです。じゃじゃじゃーん、一応コンソールつけてシートもつけてみた感じ。ゆい、後ろこんな感じです。いやこれちょっとタイム出さないといけない仕様になっちゃったね、ほんと言い訳できない。で前は終わったんだ、あとねリアシートのこちらを取っていくのと、あとトランクをやっていきたいと思います。ほんじゃリアもやっていきますか。いやリアはちょっと体勢がだいぶきつい、痛い、あきつい、痛い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 、やばい痛い痛いって、これダメだ、痛い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 、よしこれでいこう。綺麗に剥がれたね、結構。おー、いいね、綺麗に剥がれるね。何リアめちゃくちゃ正直素直な子やん。やばい、普通にめちゃくちゃ綺麗に取れる。これでも侵入角度間違えるとマジで穴開くんで、突っ込んでちょっと、慎重に行きたいねこれ。はい、一応ねこっち側が終わって、この塊見てもらえればわかると思うんだけど、めちゃくちゃね簡単にパリパリ剥がれますリアは。なんでだいぶ早く終わりました。で結構綺麗にカスも取れるんで、ちょっとこっち側もやって最後シンナーでまた仕上げたいと思います。今ねスクレーパーだけでこんな状態まで行きました。こっから先はシンナーでちょっとねやっていきたいと思います。でさっきみたいにビチャッとできないんで、ちょっと端からねちょっとずつ綺麗に攻めてって取っていこうかなと思います。よし、じゃあちょっとやっていきますか。やっぱすぐ落ちるねシンナーは。塊のね大きいのはねちょっと何回もやんないと取れないんだけど、ちょっとちっちゃいねこういう細かいのはちょっと擦るだけで落ちちゃいます。見てくださいこの綺麗さ、結構簡単にねちまちまやったら落ちました。さっきみたいにぶっかけてやるよりちょっとずつやった方が早いかもしれないですね。さてと、リアシートの、アンダーコード剥がし終わったんだけど、塗装、塗料がもうさっきなくなっちゃったんで、トランクのアンダーコード剥がしと、リアシートの下とトランクの塗装は、また明日やります。で、ちょっとね、こっちの、
このブチルビニール取っちゃいます。なんだブチル すげえ取れんじゃん。おお。すげえ。ブチルってさ、昔の車で取ったことあるんだけど、ねっちょねちょでさ、もう残っちゃってくっついちゃってすごかったんだけど、何これ、ボディからめちゃくちゃ綺麗に剥がれるんだけど、どういうこと。ちょっとシンナーやってみようか。いや、ダメだろこれ。はい、今ブチル全部取り終わって、でパーツクリーナーを拭きながらちょっとティッシュとかで拭くと溶けていって綺麗に落ちました。でこの出てるワイヤー排水類はここでタイラップでまとめました。はい、今なんとトンガラ計画4日目に入ってます。これが取ったアンダーコートなんですけど、これがリアシートの分、重さが2キロぐらい。で、これが助手席の分かな。1キロぐらい。3キロあるかないかぐらい。運転席とリアシート合わせて4キロぐらいってことか。で、あと最終日は今日はこちらをトランクの外していきます。あら、あらららららら、あら、あー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 、マジ？もう取れちゃってんじゃん。おい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 、おいマジかよ。え？え？あれか、多分トランク結構こう走るとねじれて、それでもう取れちゃってたんだね。もしかしたら。これはゴム、あ、穴開いてんね。これはダメだね。マジか。まさかの。で、そういえば RAR とかって、リアのこれついてないっすよね、多分。アンダーコート。メルシート。多分軽いじゃないですか、RAR って。多分それだと思うんですよね。軽量化。はい。で、ちなみにトランクのやつは1キロ。だから全部で運転席、助手席1キロ、1キロ、リアシート2キロ、トランク1キロで、5キロしか変わりません。10キロぐらい変わってほしかったなぁ。まさかの5キロ軽量。はい。じゃあね、ちょっと塗っていこうかなと思います。もうこれほぼないんだけど、あんまりないとつぶつぶになっちゃうから使わない方がいいかな。貧乏症が出ちゃうね、こういうの。で、一応ね、こっちはホルツのやつ。まあでも、同じ色だから、色は合うと思うんだけど。ダブルRブルーパールがね、売ってればね、純正色があればいいんだけど、ダブルRブルーマイカしか、ボディペンとか売ってないんで、タッチペンは売ってんだけどね。じゃあこれでね、ちょっと養生したんで塗っていきたいと思います。じゃあ塗っていこう。やっぱブツブツになるな。まずいなこれ。
うわーやばい、垂れそう、いっぱい吹いちゃった、あそこ。ほんじゃあちょっとトランクのシンナーで綺麗にしていきましょう。いて、速攻だねこれ。最高、最高でござんす。サイアンドコーだよこれ、最も高い。でもそれにしてもこの俺の4日間でこのアンダーコートだけでマイナス5キロってちょっと虚しいな。10キロぐらい減ってほしかったな。ちょ、今ねシンナーで綺麗に終わりましたんで拭いていきます。また学習しないで拭きすぎた、垂れそう。はい、という感じでね塗装が終わりました。でもこういうところはねもう別に塗んなくていいです。もうこんな感じでやっと全部終わったね。でね今養生も剥がして、まあこんな感じです。はい、ドアもこんな感じです。はい、ってな感じでちょっとドンガラにしたんでね、ちょっと走行してみたいなと、いろいろねどんな感じで体感できるか走っていきます。そういえばここ取るの忘れてた。エアバッグの配線なんですけど、キャンセラーですね。3.3 オームのこちらの抵抗を、まあ、加工して配線して作りました。こちらを、まあ車両側も加工してつなげます。はい、ほんでエアバッグの配線なんですけど、まあこちらこいつをねちょん切って、まあこちら加工したやつをつけている感じです。こんな感じです。よし、じゃあちょっと今試乗中です。
たんだけど、声がどんな感じで入ってるか。どうかな。いや、加速なんかマジで速い気がする、これすげえ速い気がする。今度車重の方はちょっと内装とかシートとかは重さ測れてないんで、ただちょっと民家とか見る限り、まあ内装シートでまあ30キロぐらい、まあカーペットとか、あとは後ろのテンパタイヤとか、あとアンダーコーとか外して、ここまでやったらもしかしたら、まあエアバッグも取ってるから40キロとか50キロぐらいもしかしたら軽くなってる可能性あるから、多分でもそれぐらい逆に軽くならないとこの加速感ってあんま変わんないと思うんだよな。でね、何が嬉しいかって、まあ、車内うるさいのは別に嬉しくないんですけど、あのフルチタンマフラーって全然車内に今まで音が入ってこなかったんですけど、排気音が聞こえるようになったっていうね、そこはなんかちょっと嬉しいですね。早い、出だしが早い、ふわっと出る。加速だよこれ、マジでマジでミサイル並み、戦闘機並みに速い気がする。という感じでちょっと音取れてるか分かんないんだけど、ちゃんとこれでドンガラ化の作業が終わりと、ちょっと試乗のレビューの終わりです。これで以上です。